イメディア、エンパイアスポーツメディア、では、山本のプレイオフデビューとなった前回登板が、懸念材料、となったと評しており、やはり今後の投球も不安視している。同メディアはシーズン中の内容も振り返っており、9月の戦列復帰以降について、4度の登板でもイニング以上を投げ切ったことは一度もない、と指摘。その上で現在までのパフォーマンスを、ドジャースが柵オフに3億2500万ドルもの大金を支払ったほどの逸材には見えなかった、と評している。さらに今季、山本がシーズンを通じてパドレス相手に苦戦してきたとして、3月21日の MLB デビュー戦では、1イニングでも失点を喫し、4月12日の2度目の登板でも3失点を許した。それぞれ、チームも敗れており、これらはシーズン初期の試合ではあったが、山本がメジャー屈指の強打を誇るパドレスに、対応しきれていないことを示している、と説いている。そりゃ、あれだけガチガチに緊張してたら、本来の力を発揮できないよね。もし5戦目に行くことになったら、結果を恐れずに思い切り投げてほしい。吉信はまだまだこんなもんやない。本領を発揮したら MLB でも無双するよ。少し前まではこんなコメントが多かったけどさすがになくなったな。当たり前か。パドレスだからとかじゃない。山本の実力がまだ全然発揮できてないと思う。怪我と1年目だからとは言わないが逆に1年目だからこそ成績を残せたはず。他の球団から攻略法を見つけられる前にとにかく成績とシーズンの過ごし方を学べるチャンスではあったが予想以上に期待外れだった。7勝2敗は普通のピッチャーだったら合格点だろうが、みんな15勝できると思ってたと思う。パドレスに限らず結構打たれる原因は何だろう。怪我や癖云々理由があると思うが復帰後のパフォーマンスは頼りない。このままでは待遇に見合わないと判断されてもおかしくない。復活を期待したいが、去年も日本シリーズで阪神に滅多打ちにされとった。無理やろ。パドレスは、阪神の日じゃない。山本のピッチングフォームではポストシーズンを、勝ち上がってきたチームには打たれる。このことはドジャースに入った時から言ってきた。自ら評価できるのは2勝。あとは打線に守られただけ。